ペットボトルを使ってミニトマトとシソを育てたいので 3D プリンターを使った容器で発芽させる。毎年この時期になると家庭菜園したくなるのですが、アブラムシとか連作障害とか、水やるの忘れるとか、台風の時に室内に入れたいとか、たくさん栽培したいとか、メンテナンス楽にしたいとか、どうせ数ヶ月で興味を失って放置しちゃうとかのいろいろを解決させる良い方法はないのかと、毎年新しい栽培方法にチャレンジしがちです。今回は使い終わったペットボトル1つを1苗として栽培する方法を思いついたのでやってみたいと思います。まずこの写真は種を発芽させるための容器を 3D プリンターで出力したところです。写真は4個同時に出力しています。向こうが透けて見えるほど薄くて脆弱な構造です。設計上の厚みは 0.5mm ですが、 3D プリンターの使用上 0.4mm が単位なので厚み 0.4mm の壁となっています。素材は PET G で透明フィラメントを使っています。容器は円筒状の容器になっており、多数の穴が開いています。この円柱は普通のペットボトルの口部分にぴったり挿入されるサイズとなっています。なんとなくどのように栽培したいかわかるでしょうか。容器に土を入れたところです。この土はダイソーで売っているヤシの実のカスなどからできている有機成分 100% のゴミに出せる軽量の土もどきです。今回はミニトマトとシソの種をまいてみました。種はダイソーで2袋110円のものです。種っていつも大量に残ってしまうし、残してもしょうがないので1つの容器あたり10粒ぐらい巻きました。後で間引きます。この容器を窓際に作っている植物栽培スペースに置いて発芽させました。このスペースは1日1回透明トレイの部分に水が供給されるようになっており、水やり不要で、このような小さな容器でも水枯れの心配がない栽培スペースとなります。ちなみに左に見えるのは数年前に気まぐれに植えたドラゴンフルーツです。まいて5日後ぐらいです。発芽してきました。ミニトマトが5つ中2つの容器で1つずつ芽が出ています。シソは全く発芽する様子なし。シソよりもミニトマトの方が発芽速度が速いですね。さらに2日ほど放置したところ、めちゃめちゃ発芽しています。ちょっと種をまきすぎたようです。この後それぞれの容器に苗1本となるように無慈悲に間引いて栽培を続けることとします。続きます。